箱穴とは、野生動物を捕獲する際に用いられる箱状の罠のことである。箱穴で捕獲されたスカンク奥に吊り下がった餌を引っ張ると、左手の扉が閉まる構造の箱穴いたちが、捕獲された箱穴。そこを踏むと、左側のうち、扉が下がってしまる構造箱穴には、多種多様なデザインのものがあるが、 基本的な仕組みとして、地面に置いた侵入口のある箱状の構造物に動物が入り込むと、作動装置の働きにより、侵入口が閉じて動物が閉じ込められ、生け取りにするという点は共通している。作動装置としては侵入した動物が踏み板を踏むと、侵入口の扉が落ちるものが一般的で、扉には返しがついていて、中からは開けることはできない。 箱穴内に動物を誘引するためには、その捕獲対象動物に合った餌が利用される。捕獲した動物は、麻酔で不動化されて、外に出すか、箱穴ごと運ぶかして移動させる。箱穴は、地形や気象といった、環境、対象動物、目的に応じて、材質や形状、作動装置に、様々な改良が加えられる。例えば、 罠を目立たなくさせるためにカモフラージュを施すなどがある。さらに、中に閉じ込められた動物の体力が消耗したり、暴れることで傷ついたりするのを防ぐ用途で、柔らかい素材や保温材を用いて補強したりすることも、ある。箱穴内に長時間拘束されることは動物にとって、非常に負担が強いことであり、適度な見回りが求められる。これに関連して、 箱穴の落としとが外れると発信機によって離れた位置にある受信機に作動したことを知らせる通知が届くような改良も行われる。箱穴で捕獲される動物はクマやシカなどの大型哺乳類からキツネなどの中型哺乳類、ネズミなどの小型哺乳類までと多岐にわたる。箱穴は野生動物の研究や保全管理。 外獣や外来種の駆除、負傷した動物の保護などの目的で用いられる。ミシガン州保護局の J.H. スティーブンソンが開発し、1941年にオジロジカの捕獲に用いたのが、初めての報告である。基本的に、木製、金属製で、サイズは間口1.2メートル、高さ1.2メートル、奥行き3.7メートル、両側に落としと持つ。 落としとを外す作動装置には、糸やワイヤー、スチールトラップが使用される。クマを捕獲するためのカルバートトラップ、主にクマの捕獲に利用され、落としとも含め罠全体が鋼鉄製で、頑丈な作りとなっている。サイズは、長さが1.8から2.4メートルで、幅が1.2メートルほど。罠が重たく移動に不便なため、 車で牽引できるように改良されていることがある。類似した罠として、ドラム缶で作られたバレルトラップがある。バレルトラップは、捕獲対象にはならない子グマが中に入ってしまった場合に、母グマが罠を外から倒して、子グマを脱出させられるように扉に返しがついていない。 クローバーが1954年にデザインし、その後も多くの人物によって改良が加えられている。木製や金属製ではなく、ネットで側面が構成されており、軽くて折りたためるため携帯性に富む。サイズは甘口0.9メートル高さ2.1メートル、奥行き1.1メートル、落としとは一つで、重量は36.3キログラムとなる。 小型哺乳類用の箱穴1955年以降、世界中で、ネズミ類や、トガリネズミ類、秘密類、地上生理ス類といった小型哺乳類の生態捕獲に用いられている。ただし、小型のトガリネズミでは、捕獲効率が悪く適当ではないとされる。他に市販されている箱状穴に、ハバハート、ロングワース、ナショナル、ビクターなどがある。囲い罠と比較して、 箱穴は一度に複数の動物を捕獲することはできず、捕獲効率は低いが、限られた個体だけを捕獲することが可能である。一方で、捕獲対象でない動物が誤って入ってしまうことがあり、猫や犬などのペットが捕獲されると苦情が寄せられることもある。また、箱穴での捕獲や補定により捕獲性筋疾患を、 発症することで動物が意図せず死亡してしまう事態も少なくない。日本国内で箱穴を用いて動物を捕獲する場合、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づいて捕獲許可申請手続きを行い、罠両免許を持つ者が罠を仕掛ける必要がある。加えて特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律で、 特定外来生物に指定されている動物を捕獲するには特別な許可を得なければならない。ABCDEFGHI 日本野生動物医学会野生生物保護学会鈴木正嗣野生動物の研究と管理技術文英堂出版2001年11月 ISBN 978から48億3003万1854 AB 哺乳類標本の取り扱いに関するガイドラインハット ABC 伊藤武雄カジコイチ丸山直樹鹿カモ鹿の捕獲法哺乳類科学第29巻第1号1989年106から112ページ AB 金子や雄い岸本まゆみ食肉目調査に関わる捕獲技術哺乳類科学第44巻第2号2004年 173から188ページ。H.B. シャーマントラップス、安倍久し、食虫類の捕獲法、哺乳類科学第31巻、第2号、1991年、139から143ページ。鈴木正嗣、捕獲性筋疾患に関する創設、さらに安全な捕獲作業のために、哺乳類科学第39巻第1号。 1999年1から8ページ。池田啓、花井正光、野生獣類の捕獲と関連法令上の手続きについて、哺乳類科学第28巻、第2号、1988年27から38ページ。ありがとうございます。